はい、どうも。今ね、小野田の有穂っていう場所に来てます。で、今回ねちょっと見つけたのはね、まあ家とかそんなんじゃないんですけど、わかりますかね、この歪み。で、これではちょっとわかりにくいんで、このセブンとか見たらわかると思うんですけど、道がさ、ボコボコってなってるよね。歪んでんだよね。ここだけ、他のとこ普通なんだけど、この辺もちょっと歪んでるね。で、このセブンが一番わかりやすいかな。セブンの道路とか、この家とかさ、この辺。ちょっとこの辺どうなってるか実際に行ってみます。今近くにいるんで、ここにいるんで、ここからまっすぐ行って、で、こうこれと通って、でセブンに行ってみます。まあおそらくこの辺だと思うんですけどね。どっから左に曲がって、車来たな。それこれ一通かな、一通じゃないよ。あ、こっち避ける。あ、一通じゃない。これ場所間違えた。こっちじゃないわ。この辺も歪んでんだよね。こうやって右に入るところがあると思う。まずこの道ですね。この道検証してみましょう。こう曲がって、ちょっと曲がってこうカーブになってるんですけど、実際はただのまっすぐ曲がってない。まっすぐだ。ちょっともう一本通ってみましょう、道を。あ、車来た。はい、今ちょうどここでまっすぐ行ったところで、斜めのとこ行って曲がって、このカーブのところに差し掛かります。で、このセブンまで行ってみましょう。こっちだね。まっすぐだね、やっぱり。地図がバグってんのかな、これ。やっぱり地図のあれだね、こう、ほら、全然だよ、地図のバグだね。今度はセブン。ああ、ま、道まっすぐだね。普通にまっすぐじゃん。ちょっと入ろう。
はい、今ね、セブンの駐車場にいます。で、道路はね、曲がってませんでした。この辺はどうかな。歪んでるけどね、地図じゃ。やっぱありありかな。あ、この辺、あれだね。うん、普通じゃん。全然歪んない。はい、ということで、歪んでませんでした。はい、以上です。